久しぶりにちょっとやらかしてしまったんですよね今航空券ないという状況で、まさかのダブルブッキングということで、あの調整の紙をもらって、ね、だいぶ困ってます。雲の中を上昇しているため入れ替わります。どうもスーです。ということで今私は大分にいるんですが、ちょっと今回ねちょっといろいろやらかしてしまいまして、私が何をやらかしたのかと言いますと、今日はこれから大分空港を利用して東京羽田空港に行く予定だったんですよね。そうだったんです。今回私の方がですねミスをしておりまして、大分空港から羽田空港までの ANA のねチケットを株主優待で、取っていたつもりだったんですけども、今回、ね、取れてなくてですね、今航空券ないという状況で、というか、まあ、決済を忘れてたんですよね。そう、あの予約して48時間以内に、クレジット決済、もしくはまあいろんな方法で、ね、決済しなければ、あの予約キャンセルされるじゃないですか、まあ、多分 JAL も同じですよね。 そう、それでね自分は決済したつもりだったんですけどできてなくて、で、あの3日前ぐらいにあれ航空券ないじゃんと思ってね、モバイル搭乗券見てたら、そうしたらなんか決済の通知も来てないし、決済できてなかったんだっていうのをそこで気づきまして、やばいなと思って、でそこからいろいろ調べたんですけども、もうすでにですねやはりこの日曜日の、九州から羽田行く飛行機とかっていうのはもう人気なので、席がもう満席でなかったんですよね。でダイヤモンドデスクにも電話したんですけども、まあないということだったんで、でももちろん株主優待の枠っていうのも、まあ、もちろん売り切れてて、もうそもそも全ての座席が、まあ、満席ということだったんですね、私の乗りたい便は。で他の便も探したんですが、すごい遅い時間の便であれば空席がちょっとあったんですが、ちょっとそれに乗るわけにはいかないので、一旦 ANA は諦めて、で今度 JAL で調べたんですよね。で JAL で調べたらJAL はね、あのもちろんまた株主優待の、座席っていうのはもう枠が、まあ、ほぼ埋まってるということで、まあ、じゃあノーマルでね、まあ、普通の正規のチケットで買うかと思って見たんですが、高くて3万とかそれ以上しちゃうんで、うーん、どうしたもんかなっていう感じでね。あとは成田行きのピーチが大分空港から飛んでるんで、それもありだなと思ったんですが、まあ、結果直前で買うと結構値段が高くてですね、また時間があんまり良くない便だったんで、まあ、今回それも諦めて、じゃあどうするかっていうのをね、あのちょっとギリギリでさっき考えてたんですが、今からこの大分からですよ、福岡に一回出まして、で福岡空港から羽田の行きの飛行機に乗るということをすれば、まあ、そこまであのお金もかからずに、あと、まあ、飛行機の便数も多いので乗れるのではないかということでね、いろいろ計画を立てました。まあ、やはりね皆さん旅行に行ったりね移動する人がすごい増えたということで、まあ、航空券がなかなか取りにくい状況に今なってます、国内線ですけどね。そうなので、福岡から羽田っていう、まあ、この区間もですね結構便たくさん飛んでるんですけども、まあ、今までとやっぱり状況が変わってますよね。当日とか、まあ、前日ぐらいにね、いきなりチケット取って乗っちゃうっていうことがもうやりにくいような、まあ、感じになってきてますね。まあ、航空会社にとっては予約が埋まるというのは素晴らしいことだと思いますけども、ちょっと自分の考えが甘かったなというふうに、はい、今回思いました。なんでチケットも取れてなくて直前でいろいろテンパるっていうね、まあ、一番最悪な、状況を久しぶりにあの味わっております。それでなんとか、福岡から羽田までの ANA の便をあの手配することが、はい、できました。株主優待で取りましたけどね、で今回は14時35分発福岡空港ですね、で羽田行きの飛行機に、まあ、乗って東京にちょっと用事があるので、まあ、行くという感じなんですね。まあ、それに伴って今から博多まで移動しないと、行けませんので、これからですね、博多行きの特急ソニックに乗って、行こうと思っております。まあ、あとですねついでといったら何なんですが、私があのダイヤモンド諸行終わってから、ね、まだ1回も ANA のダイヤラウンジっていうのね入ってないし、まあ、そういった恩恵を受けておりませんので、まあ、今回が、初回のね、まあ、ダイヤ獲得後の、まあ、ANA の搭乗レビューということで今回この動画をお届けしていこうかなと思います。福岡空港に関してはありますんでね、ダイヤモンドラウンジがね、大分空港から乗ったら体験はできなかったんですけども、まあ、まあ結果オーライということで、そちらでね、まあ、確か福岡空港の場合は中であの梅貝餅でしたっけ、あの福岡の名物のお菓子が食べれたりとか、そういった軽食があったりっていうのはあると思うので、その辺をちょっと体験しようかなと思っております。あの座席は今回ね、あの普通席というか普通のエコノミーの、座席で行きますんでね、はい、そんな感じでよろしくお願いします。まあ、先ほどからベラベラと話してる時にねちょっと気になったんですけども、こちら大分の駅の目の前に無料のね抗原検査センターっていうのが
設置されてるんですよね。結構でかいですよ、テントとかもあって。これよく見るとあれなんですね、県外から大分市にお越しの方は無料で抗原検査を即日予約不要無料で受けることができるということで、朝9時から夜の10時までやってるんですね。あ、いいですねこれね。結構ねこういったサービスどんどん普及してほしいなと、はい、思いますね。しかも駅のこんな目の前なんでいいですね。あの素晴らしい考え方だと思います。ということで、まあ、あまりベラベラ話してもあれなんで早速駅の中入りましょう。今の時刻はね7時54分です。まあまあ早いですよ。JR 九州の、まあ、オンラインでの切符の手配というのを、しておりました。3日前までに取るとかなり安く取れる、まあ、当日でもね、割引率も結構高いんですけども、今回はソニックで大分から博多まで、まあ、2時間10分ぐらいの乗車なんですけども、それの、グリーン車ですね、グリーン車と特急券と乗車券、これ合わせてなんとね4050円で買うことができました。これめちゃくちゃ安いです。で通常価格だとね6750円かかるんですよね、まあ、それが2000円以上割引ということ であと普通車指定席の場合もうちょっと安いんですけども、確かね3150円だったかな。なんでグリーン車と700円ぐらいしか値段が変わらなかったんで今回手配しました。航空券のチケットをね取り忘れたっていうボンミスはしたんですけども、まあこういった感じで多少節約はできてるかなと思います。まあそもそも博多に1回行かないといけないっていう工程が増えてるんで、まああれなんですけどね。こちらですね、特急ソニック14号8時42分発の博多行き、こちらに乗っていきます。6両編成なんですね。これすごいですよね、大分駅のトイレなんですけども、ね、温泉みたいな雰囲気を出してますね。こう演出が面白い。大分駅初めて利用してますけど結構でかくて綺麗ですね、うん、お客さんはあまりいないけど。それでは列車が到着しましたんで乗り込んでいきましょう。今回はグリーン車ですね。おーすげー、めちゃくちゃ豪華です。ここはグリーン車専用のデッキとかトイレがあるんですね。おーすごい、私だけだ。それで今回こちらですね、4-A です。なんかもう若干個室感がありますけどすごい広いわ。こちら荷物置きなんですが、飛行機の収納スペースみたいですね。お待たせいたしました。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。博多行き特急ソニック14号です。次はね、ベリーに止まります。ということでもうほぼ爆睡してました、まあ、あと10分ぐらいで博多駅に到着するということであっという間でしたね。それでですね、博多駅に到着したらお昼ご飯をねちょっと食べようかなと思っております。せっかく博多にいるんで例のものを食べます。はい、ということでこちらヨドレスで天ぷら揚げな食べてから福岡空港行きます。揚げなに来ました。めっちゃうまそうですね今回お好み店定食980円を頼みました。天ぷら揚げたてです。でこちらのかしわご飯と、まあ、漬物、高菜漬けかなとか味噌汁、こういったものは全部おかわりできます。ということで福岡空港に到着いたしました、まあ、この後羽田空港に、ね、ANA の便で向かうんですが、
いよいよ ANA の、ね、ダイヤモンド修行終わってからの初めての利用ということでね、まあ、ラウンジダイヤモンドラウンジ、ね、はい、使えると、まあ、そういった状況になりましたので、非常に楽しみですね。ということで ANA のダイヤモンドラウンジ入りました。福岡空港はこちらの、ね、太宰府天満宮の梅貝餅が、しかもこれかなりあったかいです、はい、これが食べれたり、まあ、あと軽食があったりとかするんで、いやこれは嬉しいですね、ダイヤモンドの印字がされるようになりましたんでめっちゃ嬉しいですね。ということでラウンジを出ました、まあ、ダイヤモンドラウンジ良かったですね、はい、そんなに広さは感じなかったけど、置いてある食べ物とか、うん、お酒の種類もすごい多いですし、まあ、そういったことを考えれば、ね、お酒好きな人たちはメリットはかなりある、ね、場所ですよね。自分は基本的にはアイスコーヒーかコーラかお茶しか飲んでないので全然ねあれなんですけどね、まあ、でもあのお菓子食べれたりお餅食べれたりしたんで、はい、まあ、その辺は良かったかなと思います。さすが福岡空港から、まあ、羽田空港に行く飛行機利用者めちゃくちゃ多いですね。もう待合室 もうかなり席皆さん座ってますし、なんか大変混み合っております、ね、こちらですね、東京羽田駅の ANA256 便、こちらに乗って今から向かいます。エアカナダと共同運航便ですね。今から私が乗る飛行機に関しては、まあ、満席以上のちょっと予約が入ったということで、まあ、いわゆるダブルブッキングですよね。それでちょっと次の便に振り返ってもらえる人を募集しているというアナウンスがあったので、まあ、私そんなに急いでませんので、いいですよということで名乗り出ました。それでこんな感じで今ね、あの調整の紙をもらって、またこの時間になったら呼び出しになるんでゲートの近くにいてくれということになってですね、今から私が乗る便は14時25分発の羽田駅だったんですけども、まあ、次の便が15時20分ということで、まあ、およそ1時間後の飛行機なんですよね、まあ、1時間ぐらいずれてもまあいいかなというふうに思ったんで協力することに、しました。でその協力をするとですね、まあ、現金1万円か7500マイルがもらえますということなんで、まあ、自分はマイルをあの一応選択して、まあ、実際にあのどういうふうに変わるのか、あのもしかしたらこの話もなしになるかもしれないということなんで、まあ、待っておこうと、はい、思っております。まあ、これはあれですよね、特に私みたいに一人であの乗ってる人とか時間に余裕がある人であればね、進んで協力するべきだと自分は思ってまして、まあ、家族とかね、まあ、カップルとか、まあ、お手伝いが必要な人が2人、ね、絶対一緒に乗りたいっていう人に譲った方がいいですもんね。あ、もう私はどっちみち1人なんで、はい、問題はないんですけどね。ということで結果が出たんですけども、まあ、今 ANA のオーバーセールの異常処置という、まあ、ことで呼びかけがあったんですけど、まあ、今回ね調整が可能で、終わったということなんで、まあ、私のね座席は通常通り今から同じ飛行機に乗って行くという感じになりました。あの大変申し訳ありませんでしたというふうに、まあ、一生懸命スタッフの人たちが周りの人たちに声をかけてますけどね、どうやって調整したんですかね、ちょっと気になりますけど、はい、まあ、私はこれで通常通り、羽田空港に向かいます。ちなみに今から乗る飛行機はもう全席満席ということですごいですね。それで荷物も収納スペース足りなくなるので、なるべくあの預けてくれということを今一生懸命言ってます。大分から羽田に行く飛行機も満席で乗れなかったですし、福岡から羽田も今満席ですからね、すごい需要の復活ですよね。
ということで飛行機の中乗り込みました。一番後ろの窓側ですね。 ANA 東京行き256便でございます。キャビンアテンダントスタンバイアット業務連絡です。キャビンアテンダントステップワイドバー協力ください。またお子様系のお客様にご案内いたします。肘掛け、テーブル、シートベルトの金具、化粧室の扉などでお子様の手や指を挟まない。その際には経路と非常口を示す明かりが点灯します。 Emergency lights will guide you to the exits。 乗務員の写真の撮影は禁止です。 Photography is prohibited during evacuation. Up to their feet. 立ち上がりすぐに飛行機から離れてください。 Move away from the aircraft。ANA とバーラヤックパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。はい、それで今もう東京都内の今ホテルにチェックインの方して部屋にいるんですけども、今年の夏にやったね ANA のダイヤ修行が無事終わった後の初めての ANA のステータスをねダイヤモンドの状態で乗るというフライトだったんで、まあ記念すべきフライトですよね。うん、でまあ ANA のダイヤモンドラウンジにも入ることが、まあ、もちろんできましたし、ようやく恩恵を受けれたかなっていうところではありますけど、まあ冒頭も言いましたけど、まあ、今回自分のちょっとボンミスでねあのチケットを取れてなくて、そこからあたふたしてまあこういうフライトになったんで、うん、まあちょっと気をつけないといけないですね。GoTo トラベルの復活とかね、そういったことは全然起きてなくても、もう旅行者が、まあ、街に溢れてるというか、まあ、特に飛行機とか、ホテルっていうのは非常に予約数が、はい、あの入ってるという感じでですね、まあ、飛行機もそんなに簡単に直前で取ったりっていうのもなかなかね、もうできない状況になりつつあるなというふうに思いましたんで、ちょっと危機感を持ってね、あのちゃんと予定を立てたりしないとまずいなというふうに思いました。以前からそうですけどね、あの東京方面から九州とか沖縄とか北海道行く便っていうのはもうかなりの搭乗率ですね。東京の人たちがもう一斉に出かけてるっていう感じがあのしますけど、まあ、特に土日とか祝日とか連休になると九州、まあ、そういう観光地から羽田空港に行く飛行機、東京に行く飛行機っていうのはもう軒並み満席ということでね、まあ、今日自分が、ね、乗ってきた福岡から羽田の便も満席だったんで、でさらにオーバーセールというね、あのお客さんの人数に対して席が、ね、足りないというあの多く売ってしまったっていう状況で、まあ、いろいろ、ね、大変だったみたいですけども、まあ、自分は
今回協力するつもりでしたけども、もう間に合ったということでね、自分は選ばれなかったんですけども、まあ、また同じようなタイミングでこんなことが起きたら、まあ、どんどんちょっと協力してね、まあ、マイルももらえるしまあそれ目的という人もまあいると思いますけどね、まあ、自分はまあそれもらえたら嬉しいんですけど、そういう状況を体験したいなっていう部分も多少あったっていうのが、まあ、正直なところですかね。まあ1時間ぐらい遅れても別に、まあ、そんな大したことないので、はい、やろうと思ったんですけどね、まあ、今回はちょっと、まあ、間に合ったということで、まあ、今回こんな感じでこの動画終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。皆さんよろしければ感想コメント欄に書いて、高評価も押していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。